皆さんこんにちは。リアルスタイルフィットネスクラブパーソナルトレーナーの奥田です。今日はですね、バランスボールを使ったエクササイズレッスンをしていきたいと思います。で、今日やる内容なんですけれども、10分間行っていきます。で、運動を、40秒の、休憩を20秒、繰り返すインターバルトレーニングになります。で、使うのはバランスボールのみになります。家にバランスボールがあるけれども使っていないという方はですね、ぜひともこの機会に使っていきましょう。で、バランスボールを使うメリットなんですけれども、不安定な状態が作られますので、体幹部の強化につながります。なので、お腹周りであったりとか、腰痛が辛いなという方は、ぜひともやってみてください。では、いきます。はい、ではバランスボールにまずは乗っていきましょう。まずはバランスボールに慣れることから始めていきます。お腹を締めて背筋をしっかり伸ばします。骨盤周りを動かしてもらってバランスボールに慣れていきましょう。ではバランスボールをしっかり触ったらこのままジャンプしていきます。で、まずはですね、40秒のトレーニングからスタートしていきます。で、バランスボールの上でしっかりと跳ねるようなイメージで行っていきましょう。難しい方は最初は小さく動いていく形になります。できる方は大きく動いていきましょう。で、この時にしっかり目線は正面に向けたまま行ってみてください。はい、OK です。お疲れ様です。では20秒の休憩に入っていきます。この時はもう体勢は自由なので、リラックスした体勢で休憩できるようにしてみてください。で、腰なんかも回しちゃって大丈夫です。はい、では手を横に伸ばした状態で今度は跳ねていきます。はい、で、手を上げることによって肩の筋肉を使いながらトレーニングをしていきます。で、しっかりとこの時も前を向きながら行っていきましょう。辛い方は手を下ろしてもらっても構いません。できる方は肩の真横で手をキープできるように頑張ってみてください。疲れてくると手が落ちてくるので、しっかりと肩の真横に手が来るようにキープしましょう。さあ、もう少し頑張っていきます。はい、OK です。お疲れ様です。じゃあちょっと休憩します。はい、休憩の時はもうしっかりと休憩していただいて大丈夫なので、次の動きに備えていきましょう。水分補給もしていただいて大丈夫です。はい、では3種目目は体の後ろで手を組んで跳ねていきます。この動きはですね、胸をしっかり張ることができるので、胸の筋肉、普段から固まりやすい筋肉です。なので、しっかりと胸を開いてあげることによってストレッチが可能になります。しっかりと胸を開いて、背筋を伸ばして行っていきましょう。バランスが難しいという方は手をバランスボールにつけていただいて、いける方はバランスボールから少し手を離してみてください。はい、OK です。では少し休憩します。さあ皆さん、だんだん体温まってきましたか？しっかり呼吸しながら行っていきましょう。はい、では4種目目は、肘と肘を合わせるフライという動作になります。この動きは、胸をしっかり使う動きになります。肘で胸を挟み込むように行っていきましょう。リズムを作りながらテンポよく肘と肘を合わせていきます。合わせる時に呼吸を吐きながら行っていきましょう。できる方は大きく動いていきます。もちろん動きは小さくなっても問題ありません。はい、OK です。では次はですね、前半戦最後のトレーニングになります。
これが終わったら、後半戦に入っていきますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、では最後はですね、体の上でクラップ、手を叩く動きになります。手を真横から上げて、しっかり上で合わせるようにしていきます。これもしっかりとテンポを作った状態をキープしながら、音が鳴るくらいまでしっかり手を合わせていきます。さあ、もう少し頑張って。さあ、これが終わったら前半戦終了になりますので、皆さん最後まで頑張っていきましょう。もう少しです。はい、 OK です。お疲れ様でした。ではあと1周、後半戦はこの動きを反対回りでいきます。なのでクラップから後半戦はスタートしていきます。まずはクラップからスタートしていきます。後半戦は、動きの順番が逆になりますので、クラップからスタートしていきます。しっかりと頭の上で手を合わせていきましょう。さあ、折り返しなので、ここから、終わりまで一気にいきたいと思います。手をしっかりと頭の上で合わせる。可能な方は腕で耳を挟むようなイメージで、しっかりと体から、耳の横まで腕を持ち上げてください。はい、 OK です。さあ、少し休憩、水分補給していただいて大丈夫なので、自分のペースで行っていきましょう。いける方はどんどんペース上げていきます。腰もね、固まりやすいので、しっかりと回しながら行っていってください。はい、ではフライからいきます。肘と肘をしっかり合わせて、胸を張って、肘で胸を挟むようなイメージで行っていきます。胸の筋肉は普段から使われにくい筋肉なので、しっかりと胸を張って使っていきましょう。胸を使うことによって胸の筋肉がほぐれて姿勢が良くなります。しっかりと胸を意識して行っていきましょう。背筋も伸ばしていきます。呼吸は常に自然な呼吸を続けます。はい、 OK です。汗だんだんと、皆さん汗かいてきましたか？さあ、もう少しですよ、頑張って。はい、行きます。では体の後ろで手を組んで、背筋を伸ばしていきましょう。胸を張りながら、そう、テンポよく行っていきます。結構動いてると呼吸が止まってしまう方が多いので、しっかりと呼吸を続けながら動きを意識してみてください。はい、 OK です。では残り2種目です。頑張っていきましょう。少しリラックス。さあ、皆さん残り2種目ですよ。頑張っていきましょう。はい、では手を横に伸ばした状態でいきます。ハンドを使ってリズムをキープ。さあ、皆さん手が下がってきていませんか？しっかりと手は肩の真横まで上げてください。指先までしっかりと力を入れましょう。指先まで力を入れて、手は肩の真横です。呼吸止まってませんか？しっかり呼吸しながら、はい、 OK。 さあ、残り1種目頑張っていきましょう。あと1種目です。
さあ皆さん10分間のトレーニング、次で最後になります。最後頑張っていきましょう。はい、ではいきます。ラストはバランスボールに手を当ててバウンドしていきます。さあしっかりと最後の種目なので勢いよくいきましょう。勢いよくバランスボールを使っていきます。体幹をしっかりと意識して背筋を伸ばしたまま大きく動いていきます。さあこれが最後の動き、頑張っていきましょう。あと少しです。ペースを上げて、はい、OK、 お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした、ぜひともね、この機会にバランスボールをしっかり使って、トレーニング頑張っていきましょう。ではまた。